どこでもドア。どこでもドアは、藤子、甲斐、藤尾の漫画、ドラえもんに登場する秘密道具。肩開き道を模した道具。目的地を音声や、思念などで入力した上で扉を開くと、その先が、目的地になる。ドアの色はピンク。ドアのノブに、石読み取りセンサーが組み込まれているため、場所の指定はいつもの空き地といえば、のび家の近所の空き地になったり、 どこでもいいから、遠くといえば適当な場所になると、曖昧な指定が可能。また、のび太が、静かの家へ行こうとすれば、のび太の気持ちが読み取られて、行き先が風呂場になったりもする。さらに船など、常時位置を変えているような場所、乗り物や、空飛ぶ絨毯など、移動先の位置がはっきりわからず素早く動いているような、場所といった、会いたい相手の居所や行きたい。 場所の位置がからない場合でも正確に移動することができる。アメリカ版では、エニワやドア、エニーウェアドアという名前で登場。ドアに内蔵されている宇宙地図の範囲で、また10光年以内の距離しか移動できないという制限がある。10光年を超えた距離のある目的地を指定して扉を開くと、どこでもドアとしての機能は働かず、ただのドアとして機能する。 しかし作品によっては宇宙の果てまでどこでもドアでたどり着いていたり、創生セットで作った別の宇宙に存在する地球やゲームブックの中の世界、物語トンネルで入り込んだ架空の物語の世界等でも自由に移動することができている。この地図はあくまで現代のもので大陸の配置などが大きく異なる時代では基本的には移動できない。さらに、 現在地がわからないと使うことができない。ただし先日の通り、創世日記アニメ2作、第2期、シンデレラは、どこ行ったでは、現在地が把握できない、異世界でも使用できている。しかし学習機能があり、移動しながら地形データを記憶させることもできる。学習機能で記憶した地形内では、移動可能になる。なお、宇宙地図の描写は大長編のみで、 映画には登場しない。次元を超えることはできないため、地平線テープや入り込み鏡などで作られた異次元空間などの特別な世界、また過去や未来との移動はできない。ただし、タイムマシンの出口とドアの出口をつなぐことで空間移動と時間移動を同時に行うことができる。扉に時差修正装置が組み込まれているとする資料、口実もあるが、時差修正マシン。 時差調節ダイヤルのようなオプションパーツを稀に使用していることから、時差修正装置を搭載した機種が使用されたのは一時的なものだった可能性がある。現に日本とドイツを行き来した際、時差が生じている。耐久性は燃やされたり、ワニにかじられたり、ノコギリで切断されたりともろいこともあれば、深海底の水圧でも壊れることなく正常に使用できたり、 太陽の至近距離でも燃えたり壊れることなく、用可能であったりと、作品によって強度は一定ではない。ドア自体は、常時普通のドア同様の大きさと、硬さがあるため、単体では持ち運びに適さない。四次元ポケットと併用してこそ、便利さが十二分に発揮できる道具と言える。ドアを開けたとき、裏側は、目的地の場所は見えず、向こう側が見える。 ミニドラえもんもどこでもドアを持っているが、ミニドラと同じ大きさのもの、人間なら手や顔しか通ることはできない。ドラミも所持しており、色は第1期では花柄、第2期ではオレンジ色となっている。かつて地図を内蔵するという概念が存在しなかった時期に発表された内部図いと1986年以降に発表された内部図いの 大きく分けて2種類の内部使いが存在する。後者は資料によって描かれる部品の形が異なるが、多くの部分で似た言葉が共通して使用されている。前者は、ドラえもん秘密全百科、ドラえもん秘密オール百科、テレビくん1980年6月号付録で、発表されてからは一度も使用されていない。また、 三次元空間を四次元的に折りたたんで二箇所を近づけるための装置、四次元フィールド装置が組み込まれている。ドアには鍵をかけることもできる。また、21世紀版ドラえもん秘密大百科では空間 Y 曲装置が一つになっていて、宇宙地図、世界地図が四角形から円形になっている。カタログ番号、M-04、商品番号、MD401E、 価格、64万円。また、どこでもドアを作ろう。2014年5月2日放送によると、塩と砂糖を使うらしい。また、木材を切っているシーンがあった。同様の道具に、プッシュドア。どこでも窓、どこでもガス、どこかな窓、どこでも切符がある。プッシュドアの巻では、伸びたがどこでも、ドアとの比較に次いでドラえもんにいたところ、あれ、 どこでもドアより手軽だと答えているが、なぜ話すだけのどこでもドアよりも手軽なのかは明らかになっていない。また、どこでもドアを併用せねばならない道具として、昆虫探知カードと、自差修正マシン、大魔教と、自差調節ダイヤル、雲の王国がある。どこだかドアは、アベコベの星、天童虫コミックス、ドラえもん大17巻収録、アベコベ惑星のアニメ化作品。 に登場する。地球と左右方向、男女性別などが、あべこべになっている惑星のドラえもんに相当するキャラクターの道具。形は、どこでもドアと同じだが、デザインが、木目調でやや古ぼけた印象がある。どこでもドアが、直接指定した場所に行けるのに対し、これは、文字通り、開けてみるまでどこだかわからないという性質のもののようで、 あっちでもドアは無釈者タイマー。1993年3月12日放送映像ソフト未収録に登場する。どこでもドアの代わりとして未来の国のデパートで最新型として販売中の秘密道具。どこでもドアは下取り対象にもならない型落ち品なのだという。あっちでもドアとこっちでもドアは どこでもドアの最新型であるという説明はあるが、詳細は作中に登場しない。どこへでもドアは、どこでもドアを作ろう。2014年5月2日放送に登場する。どこでもドアを自作しようと、発明家にリクエストした結果、設計図が出てきたもの。見た目や色は、どこでもドアに似ている。ドラえもんは、複雑な構造をといている。木材と砂糖を、 小さじ一杯、塩を少々使う、紫色の四角い箱に入れていた。雑に作る、ドアの上の部分が外れている、配線を間違える、例えば紫同士を繋げてはいけないところを繋げると、爆発する。作中ではドラえもんが完成させたものの、目的地を行って、ドアを開けるたびに、目的地とは異なる場所に繋がり、それが延々と続くという事態が起き。 どこでもドアを完全に再現させることができなかった。ハワイ専用どこでもドアは、どこでもドアを作ろう。2014年5月2日放送に登場する。上記の、どこへでもドアを断念し、代わりに、発明ーにリクエストした道具。名前の通り、ハワイだけに行けるドア。ドラえもん曰く、もはやどこでもドアじゃない。ドアの色は緑。簡単に作れるらしく、 発明家で頼んだ時の説明書は薄かった。初期型どこでもドアは映画ドラえもんのび太の秘密道具博物館に登場する。発明家ハルトマン博士によって開発された最初のどこでもドアであり記念すべき秘密道具第1号。ドラえもんらが普段使用しているものよりはるかに巨大でありまるで縄文のように左右に開閉する。現在は 秘密道具博物館のエントランスホールに、その他の歴代どこでも、ドアと共に展示されており、各館へと通じる移動手段として利用されている。どこでもドアの発明により、銀河エセールアマノガ鉄道が廃止になった。ドラえもんは廃止の記念ギップを購入している。大長編などではしばしば使用不可能になる。ドラえもんのび太の大魔境。原作漫画ではドラえもんらがドアを空き地に置いて、 アフリカへ行っている間に、神聖と老婆に、粗大ゴミと間違われて焼却される。映画第1作ではワニにかじられて破壊されてしまった。第2作では、神聖にバラバラに破壊されている。ドラえもんのびかと銀河町特急では、超空間を封鎖された際に、ドアを開けたところに、バリアが張られ、一時的に使用できなくなった。ドラえもんのスピンオフ作品。 ドラベースドラエモン超野球外伝では22世紀の国際的行事である WBC 期間中にはどこでもドアが使用不能であり移動には旧来の移動機械しか使えないことになっているどこでもドアを持っていて密室に自由に出入りできるからという理由でドラエモンがスネオに密室事件の犯人に指名されたことがある立て付けが悪くなるなどの原因から 本編作中でもしばしば修理に出される。またドアノブが外れてしまうこともあった。ドラえもんの秘密道具の中でもタイムマシーンやタケコプターおよびスモールライトと並んで有名だがタイムマシーンやタケコプター、スモールライトが原作連載初年の1970年で登場するのに対し、どこでもドアは連載3年目の1973年で初登場と登場が遅い。 初めて使用したのも、ドラえもんではなく、ドラミである。なお、この時は、どこでも、ドアという名称が出ていない。名前の書出は、初登場から4ヶ月後。また、ドラミが所持するどこでもドアには、ドアより大きなものでもドアをくぐることのできる機能があるが、ドラえもんのものでこの機能が使用される描写はない。ザ・ドラえもんズおかしなおかしなおかしななでも、 大きな荷物をくぐらせることができなかった。ドアの一部が雪男にかじられたことがある。同じ藤子作品の漫画でのワープ機能を持つ移動アイテム。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。